サー・ヘンリー・キャンベル・バナマンは、イギリスの政治家、1899年に、サー・ウィリアム・バーノン・ハー・コートが退任した後に、自由党党首となり、1905年からの自由党政権の最初の首相となった。在任中は、野党保守党が貴族員、1908年に病により退任し、ハーバート・ヘンリー・アスキスが自由党党首、首相の地位を継承した。 サー・ジェームズ・キャンベルとその妻、ジャネットの一人息子として、スコットランドのグラスゴーに生まれた。グラスゴー高校を卒業した後、グラスゴー大学へ進学し、ついでケンブリッジ大学トリニティ・カレッジに進学した。1868年11月に、スターリングバラ選挙区から自由党の庶民委員議員に選出される。以後40年間この議席を保ち続けた。1871年には、 おじの意志で生をキャンベルバナマンに変更した。第一次、グラッドストン内閣期の1871年から1874年にかけては陸軍省財政担当政務次官を務めた。第二次、グラッドストン内閣期には1880年から1882年まで陸軍省財政担当政務次官、1882年から1884年まで、 海軍省政務次官1884年にアイルランド担当大臣を務めた。1886年の第3次グラッドストン内閣では陸軍大臣を務めた。1892年から1894年にかけての第4次グラッドストン内閣でも陸軍大臣を務めた。グラッドストンが失脚するに至った1893年から1894年 グラットストン辞職後に成立したローズベリー伯爵内閣でも陸軍大臣に就任したが八百九十五年六月には彼の所管であった陸軍予算問題で政府案が議会の採決に敗れた結果ローズベリー伯爵内閣が総辞職に追い込まれている八百九十九年八月十日にバニティフェア史に描かれたキャンベル・バナマン以降1九百五年まで自由党の 長い野党生活が始まった。野党期の1898年暮れに自由党党首、サー・ウィリアム・バーノン・ハー・コートが辞職すると、ライバルのアスキスを抑えて、1899年に自由党党首となった。保守党政権の第3次ソールズベリー公内閣が開始した第2次、防ア戦争をめぐっては自由党は、戦争を支持する、自由帝国主義派、戦争を批判する親母は、親防アパ、 戦争を支持するが早期に温当な条件で講和を結ぶべきとする中間派の三つに分かれた。キャンベル・バナマンは党首として自由帝国主義派と親ボア派の和合に努めていたが、戦争が泥沼化する中で徐々に親ボア派的になっていき、イギリス軍のゲリラ総統選を野蛮戦法と批判するようになった。しかしこれにより自由帝国主義派との溝が深まり、党は 分裂寸前にまで陥った。しかし、自由帝国主義派のアスキスが、朝廷的立場に転じてくれたおかげでなんとか分裂の危機は回避された。キャンベル・バナマンは1905年11月23日の演説でアイルランドの全身的自治を訴え、これに反発したローズベリー伯爵が再び反旗を翻した。しかしその頃には、ローズベリー伯爵の求心力も衰えており、 アスキスがバナマンを支持してくれたおかげで、ローズベリー伯爵一人が党を去ることで、党内紛争を収束させることができた。1905年12月、アーサー・バルフォア保守党政権が、関税改革論争をめぐって分裂して、総辞職した後、国王エドワード7世より組閣の対面を受けた。未だ自由党内には、帝国主義政策をめぐる自由帝国主義派と、 小英国主義派の二大派閥の争いがあったが、首相となったキャンベル・バナマンは、邪悪な帝国主義に反対するが、常識に基づく帝国主義には賛成するという折中的立場を取り、また、大英帝国本国民が帝国を支配するための資質を育成するとして、社会改良政策に尽力するという方針を取ることにより、アスキス・グレー、 リチャード・ホールデンら自由帝国主義派とロイド・ジョージら、旧神派を共に内閣に取り込み続けることができた。1906年1月の解散総選挙では、自由党は377議席を獲得するという、自滑り的大勝利を得た。しかし貴族院においては保守党が、半永久的に多数派を占めていた。この時代にはまだ庶民院の優越がなかったため、保守党党首バルフォアは、 貴族院から政府法案を廃案にする戦術を取った。これにより、キャンベル・バナマン内閣の提出した重要法案は、ほとんどが否決されるか、骨抜きにされた。特に1906年4月に、初等教育から宗教教育を取り除くことを目指した教育法案を廃案にされたことに、キャンベル・バナマンは強い怒りを感じ、貴族院権限の縮小の必要性を感じるようになったという。 彼は1906年12月20日の庶民院演説で本院に代表された民衆の意思を効果的に反映させる方法を考慮しなければならないと訴え、1907年6月24日には庶民院の優越を定めた法律が必要との決議案を庶民院に提出し、これを庶民院に決議させた。しかし、それを具体化させる前の1908年2月に、 キャンベル・バナマンは心臓発作を起こして倒れ、医者の勧めに従って同年4月1日に首相職を辞した。代わってアスキスが組閣の対面を受けた。キャンベル・バナマンは退任から間もない1908年4月22日にダウニング街10番地の官邸で死去した。キャンベル・バナマンが絶望した庶民院の優越を定めた議会法は続く。 アスキス内閣期の1911年に達成されることになる。ありがとうございます。